それでは今日は、椅子に座ってできる少し体が温まる運動、そして少し筋力作りを入れた、動きを取り入れていきたいと思います。さあ、まずは、体を少しずつ温めて小さな動きから入りますので、その場で腕もリラックスして、そしてまずかかとトントンでいきましょう。かかとトントンで、それと同時に一緒に肩も一緒に1、2、1、2と上下動で動かしていきましょう。さあ、かかと、足に刺激を加えることで骨にもいい刺激が加わって骨を強くすることもできます。はい、じゃあ今度つま先を動かしていきます。つま先を1、2、1、2。さあ、肩は常に上下動させていますが、この肩が少しだるいなと思ったらもう肩は休憩で足だけにしても結構です。さあ、いけるようでしたらかかとも肩も一緒に1、2、1、2と。はい、じゃあもう一度かかといきます。さあ、今度かかとの時は腕をこういう風に肘を動かして、わきわきうきうき1、2、1、2といきます。さあ、今度はまたつま先でいきますが、つま先の時は今度は手はこういう風にします。1、2、ワイワイでいきます。1、2、1、2。さあ、じゃあこれを4回ずついきます。まずかかとから1、2、3、つま先1、2、3、かかと1、2、3、4。さあ、2回ずつにします。1、2、1、2、1、2。1回ずつで、あ、間違えましたね。1、2、1、2、1、1回ずつですね。はい。さあ、間違えても大丈夫ですからね。誰も見ていませんから大丈夫ですよ。はい、じゃあ今度は右をかかとで、左をつま先で、1、2、1、2と言っています。今度は反対。1、2、1、2。はい、私もわからなくなったんでやめたいと思います。はい、じゃあ今度はその場で足踏みをしてみましょう。1、2、1、2。椅子の上でも歩くことでしっかり体も温まりますね。さあ、できたら腕も大きく振ってみます。1、2、1、2。そうですね。はい、じゃあ今度は大きく足を開いて1、2、1、2。さあ、今度はまた閉じます。1、2。さあ、今度はこれを開いて閉じてでいきます。開いて閉じる、開いて閉じて。この足を開くとき、今度は開きながらずっと開いていきますが、今度は横振りでいきます。肩も上の方まで1、2、1、2。さあ、閉じるときはまっすぐ振ります。さあ、大きくね、腕もしっかり振って、さあ、いけたら膝ももう少し高く上げてみます。1、2、1、2。開きます。はい、1、2、閉じます。1、2。よし、じゃあしっかり体が温まったところで筋力作りの運動に行きたいと思います。さあ、まずは、足をどちらか片足伸ばします。さあ、背筋をまっすぐ立てましょう。さあ、この伸ばした足を上に上げる、下ろす、上げる、下ろすでいきます。太ももの前に効いていきますね。さあ、だいたい10回いってみますので、あと5回ほど。1、2、3。足首もしっかり90度に固めてください。4、5。はい、今度は反対足、伸ばしておいて、キュッと。さあ、背中がこう丸まらないように、胸の位置を高く保って、お腹もキュッと締めた状態で行ってみましょう。上げれるところで、はい、あと4回。はい、1、2、3。もう1回。4。はい、一度下ろして、ちょっと足ブルブルとして、今使った太ももを緩ませます。トントンとしましょうかね。トントンブルブル、トントンブルブルと。さあ、はい、じゃあ今度は膝上げを行っていきます。その場で上げる、下ろす、手は自由でいいですから。さあ、これも背中がこう丸まらないようにシャキッと背筋を伸ばして、足の付け根の筋肉ですね、腰痛にもとってもいいです。キュッ、戻す、よいしょ。じゃあこれを上げた足と反対の手のひらでタッチで戻す、タッチで戻す。1、2。さあ、いけそうでしたら今度は肘をくっつけてみます。選んでください。足だけでもいいですし、いけたら今度は手のひら、さらにいけたら肘を合わせていっています。よりお腹もキュッと締めて、さあ、腹筋ですね、よく効きますよ。呼吸も吐いて、吸って、ふっ、よいしょ、ふっ、最後にこれ早く。
1、2、1、2、さあ楽しそうに笑顔でいってみましょう。1、2、さあ一番早くいってます。1、2、1、2、1、2、1、2、はあ疲れました。私はさあ楽な腕振りで少し足踏みを入れます。よいしょ、はい、じゃあ足を止めて、さあ足もブル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 と振って、また足を休めましょう。はい、それでは胸の前から深呼吸です。はい、息を吸って、はい吐きます。はい、もう一回、はい吸います。はい吐きます。さあ最後一回です。はい吸って、大きく吸って、はい全部前の方に、はいゆっくり体を起こします。さあ家の中でもしっかりと汗をかくぐらい動くことができますので、無理のない範囲で行ってみてください。